SK-II 新たなるミューズの誕生です。この度 SK-II の新ミューズに新ミューズを務めさせていただくことになりました。そうですね、はい、びっくりしました。あの SK-II は大人の上質なスキンケアという印象がすごくありまして、はい、あのまあ、私がっていうことでびっくりしました。なんか演じるというよりも等身大の、 あの25歳の私が表現されているのではないかと思います。そうですね、全てこう自分が実感した私の、実体験といいますか、そのままの素の意見を言っています。最初はあの例えばロケで日焼けした時とかに、その日にあのホワイトニングマスクというのをメイクさんにいただいたりして使ったり、あと25歳になってからあのエッセンスを使うようになりました。そうですね、最初は少し独特の香りにびっくりしたんですけども、あの実際使ってみるとすごく肌にこうしっとり入っていく感じがして、あのそのまた独特な匂いもあすごく効いているなっていう感じがしました。そうですね、最初に使わせていただいた時のその最初の感想そのままです。本当にじゃあ普段の綾瀬さんが詰まってる CM ということですよね。そうですね、そのままですね、うん、なるほど。はい、普段をその CM のまま表現しようという感じですね。あ、なるほど、はい、先ほどの調子取りはデイ1でしたけれども、はい、デイ2の方で面白いコメントが出てきますよね。はい、はい、お、もちもち卵って言ってるんですけどあ、もちもち卵みたいっていうあの、むき卵みたいに、うん、こう、もちっとしててっていう感想です。はい、やっぱりこう、続けていくことが結構大事だなっていうふうに思ったんですけど、あの、同じ20代の皆さんでも何かしらこう、変化っていうのが あるんじゃないかなと思います。そうですね、あの20代でもやっぱりこうちょっとこうやっぱ肌の気になるところが25歳ぐらいから出てきたりとか、はい、乾燥するなとか、そういう時にあ20代でも肌がこう変わるんだなっていうことを実感した CM なので、はい、これはあの言われたら嬉しいなと思うコメントです。思いを込めてはい、そうですね。そうですね、やっぱりあの撮影があったりとかすると現場に入ってメイクさんが今日肌の調子がいいねって言われたりするとやっぱり嬉しいですね。やっぱりあの20代の同世代の女性の皆さんに見てもらいたいですね。そうですね、例えばこう疲れていて、まあ、肌が乾燥しがちだったりとか、いろいろちっちゃな自分が気になる部分があの使うことによっていいコンディションになった時やっぱり肌って変わっていくなっていうことを実感しますし、やっぱ肌が綺麗だと一日こう気持ちも上がるというか、そういう部分があるので、私はまあスキンケアをすごい楽しみながら14日間やりました。そうですね、やっぱりこう日々ちょっとずつ何か良くなってるなっていうことを実感することでスキンケアの時間が楽しくなると思うんですけども、その楽しみながらスキンケアをすることと肌がちょっとでも変わっていくっていう部分ですね。やっぱり化粧品にしてもちゃんと自分に合った
いいものを使っていきたいなっていうふうに思うようになったり、あと例えばご飯でもちゃんといいものを、新鮮なものを食べるようにしたいなとかっていうふうに思うようになりました。興味が湧いてきたっていうことですかね。そうですね、うん、きっと食事とか大事なんだなとか、うん、何でしょう、自分にとって何が気持ちがいいかなっていうことを考えるようになったのかもしれないです。ちゃんとコツコツ積み重ねて続けていくことが、まあ、何でも大事なんだなと思うようになりました。なんか例えばクマだったりとか、乾燥してきたとか、本当に自分が気づく程度なんですけど、ちょっとシワっぽいとか目尻がそういうことを考えるようになりました。そうですね、積み重ねとあと変化の1年だったと思います。それはどのようなところから？やっぱり SK2 のようにそういう上質なものを使って日々積み重ねて使っていったりとかすることで、それがまた結果が出れば自分の自信にもなるし、もっとこう素敵な女性を目指して頑張ろうと思うようになりました。どうもありがとうございました。皆様どうぞ大きな拍手でお送りください。綾瀬はるかさんでした。セボンセボンパパピルパパパピルパパピルパセボンセボンパパピルパパパピルパボンボンボンセボンセボンパパピルパパパピルパパピルパセボンセボンパパピルパ。改めましてこんにちは、美肌応援隊長の綾瀬はるかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、はい、全然皆さんほど知識がないのですが、とても光栄です。はい、はい、なんかカチッとしているのにこう明るい色なので、何ですなんか身が引き締まると言いますか私は肌にエッセンスが浸透するように、そういうイメージを持ちながらこう肌に入れていくというかっていうのを心がけながらやっています。しっとりするまで手で念入りに、うん、つけるようにしています、うん、自分がこういう肌になりたいなっていうのをイメージしながら、うん、目標を持って楽しみながらやっています。やっぱり忙しくて大変な時も、面倒くさいなって思う時も正直あると思うんですけど、はい、なるべく怠らないようにして丁寧にやるように心がけています、はい、楽しみながらやっていったら続けれるなと思います。はい、20代でもやっぱりこうきちんとしたスキンケアを続けていれば肌はこう必ず変わっていくと思いますので、 SK2 を使ってもちもち卵肌を目指して美容応援隊の皆さんと一緒に14日間を、楽しみながらサポートしながら、美しい肌を目指して一緒に頑張っていきましょう。それではいきます、はい、20代から始めよう本気のスキンケア。どうぞ皆様盛大な拍手でお送りください。 SK2 の新ミューズ綾瀬はるかさんと美肌応援隊の皆さんでした。ありがとうございました。でちょっとなんかこうサプライズ的なこうびっくりした感じのね。はい、すいません。いいかな、俺も言って。すみません、こちらもお願いします。こんな感じで。納品次第ご登場いただきます。ありがとうございます。